賞式に先立ちまして、国家君が代の斉唱であります。皆様お起立願います。航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏による前奏に引き続きご唱和ください。26年11月場所、幕内最高優勝は横綱白鵬翔、成績は14勝1敗であります。はじめに賜杯大会、表彰状、賜杯白鵬翔、右は平成26年11月場所において成績優秀により賜杯に備えを隠し長く名を表彰する。平成26年11月23日公益財団法人日本相撲協会。賜杯並びに表彰状が北の理事長から授与されました。続きまして優勝旗の授与であります。続きまして内閣総理大臣賞の授与であります。表彰状、内閣総理大臣杯、白鵬翔殿、あなたは平成26年11月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し長く名誉を表彰します。平成26年11月23日内閣総理大臣安倍晋三代読。インタビュアーは NHK 佐藤博之アナウンサーであります。
それではついに大記録を成し遂げました白鵬関にお話を伺います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。優勝史上最多に並ぶ32回です。今の心境も今いかがですか。いや、子供になるんです。優勝を決めて花道を下がるとき、そして君が歌ったとき、少し目が潤んだように見えました。どういう思いだったんでしょうか。この場合は晴れて、生中継を見ている、両親、まだモンゴルの方々にちょっと、言葉したいと思います。Burçon, Boğa Maratı'nın otmayı hubi. Örün hayatı avruk. Tayfı avruk yıka. Açı ne herülç. Ama sana bir ülç. Kursinde. Mongolia artımı hüçte. İngte be ülç. Yumun hür çatı yuvarı diye harol çizimde. Töyde ilk bayırtı ayına. Ayrıca. おそらく大鵬さんへの思いだと思いますが、日本語でも教えてください。そうですね、あの各界の父の偉大な記録に並んだことは、約束と恩返しができたという、そういう言葉です。今こうして大鵬さんと優勝回数で肩を並べて、各界の師と慕うその大鵬さんの言葉、教え、いろんな言葉の中からどんなことが今頭をよぎってますか。そうですね、天皇支配地をね、32回、この大記録っていうのは、私場所前からずっと思ってましたけど、皆さんに知ってもらいたい、また聞いてほしいなと思います。15年前に62キロの小さい少年がここまで来たというのは誰も想像しなかったと思います。やっぱりこの国の魂と相撲の神様が認めてくれてからこの結果があると思います。そしてうまく言うかどうか分かりませんが、明治初期に断髪事件が断髪が起きた時に、大久保利通という武士が当時の明治天皇と長く続いたこの伝統文化を守ってくれたそうです。その中で天皇陛下に感謝したいと思います。こうして優勝回数で32回、大鵬さんに肩を並べ、この日本の伝統文化、大横綱白鵬関はどのようにしてこれから受け継ぎ、そして引き継いでいこうと考えていらっしゃいますか。この優勝に恥じないよう、今後も一生懸命頑張っていきたいと思います。九州の皆さん、15日間ありがとうございました。新しい年も素晴らしい活躍を期待しています。頑張ります。また来年会いましょう。32回目の優勝白鵬関でした。優勝インタビューを終わります。続きまして、チェコ国友好杯の授与であります。
表彰状、白鵬賞殿、あなたは平成26年11月、大相撲11月場所において、ご健闘し優勝なさいました。よってここに、チェコクリスタルグラス優勝杯を贈り、表彰いたします。平成26年11月、チェコ共和国駐日大使。クリスタルガラス製バッグ、並びに賞状、副賞として、チェコビール、ウルスナ、ウルケルビールが、チェコ共和国駐日特命全権大使、トマーシュ・ルブカッカから授与されました。続きまして、モンゴル国総理大臣賞の授与であります。表彰状、モンゴル国総理大臣賞、白鵬賞殿、あなたは平成26年大相撲11月場所において見事に優勝されました。よってここにモンゴル国総理大臣賞を贈り、長くその名誉をたたえます。平成26年11月23日モンゴル国総理大臣シミディン・サイハンビディク。モンゴル国総理大臣杯並びに賞状、副賞として世界的有名なモンゴル語尾の高級なナチュラルカシミヤ毛布が、中日モンゴル国特命全権大使ソドムチャムツ・フレルバータル閣下から授与されました。